はい、どうもコロプリング4です。4です。4です。はい、今回はシャフトシダ、はい、アッタスです。はい、アッタスキング VS ジアッタスです、うん、どちらもね 5X を打っていきたいと思います。11月12日だったんですけど、僕の誕生日だったんで、打つ前に予約して勝ってますから、うん、これちなみに勝ったやつです。 4X です。お、今回指導したのが 5X、うん、このジアッタスね、前使ったのが 5X だったんで同じシャフトです。で、ヘッドが、エピックマックス LS です。ジアッタスがアッタスケールの中ではど真ん中、うん、標準的で、アッタスキングはね、ものすごく捕まるドロー、捕まりで飛ばすという特徴なので、まあ、ヘッドスピード50以上の量が打った場合、下を見てもらいましょうか。はい、はい、ではどうぞ。はい、見てもらいましたが、まず、ジアッタスからいこうかな。ジアッタスね、僕本当に無難でいいシャフトだなと思ってて、うんうん、唯一僕の中で 60g 台っていうのがないのね、頭の中に、うん、唯一これは別に 60g 台でも扱えるんじゃないかなっていうシャフト。あの 5X 硬さとか軽さはちょうどいいんだけど、もっとねスコアに集中するのだったら、うん、60の S とか、うん、6X とかも使っていいぐらいすごく無難なシャフトで、球のイメージは高いですね。高弾道でそんなにスライスしない。ただ捕まえに行くとちゃんと捕まるので、うん、ただ、ここからまあキングの話にもなるけど、キング捕まりすぎるところもあるので、うん、ジャッタスの方が右プッシュで助かる時がある。どうしてもキングだとちょっと右意識しすぎてペラッて行く時もある、うんうん、ロフトが増えて、うん、
ちょっと先の上面が当たって、うん、ピコンってこうなって、うんうん、そのまま右にフッて抜けちゃうとか、うんうん、右プッシュがちょっとこう返すのを意識しすぎて逆にもうほんとスライスとかフックとかになる可能性はキングは確かにあるのかなと思う。ただそれをあのうまい具合にこううまい具合にいなしてるのがジアタス。あ、そう、捕まるは捕まるで、初速が出るのはキングですね、うん、絶対に。でロースピンならもキング、うまく打てた時にはね。なので今回打った 5X だけど、まあ、キングに関しても若干スペックを上げても僕は大丈夫かなっていう感じ。60g の SX とか。あで、もう実際ね、コントロールしていくのは面白いんじゃないかな。で、割と先調子ですけど、タイミング的には、本当にいいところだけ、その捕まりの走り感があるよ。うん、50の、X だけど、トルク割と、まあ、ある方だけど、変なねじり方しないし、うん、打ち出し高いんだけど、スピンは少ないので、その変なめくれ方もしないから、うんうん、本当にいいとこだけパッと来てくれるんで、いいですね。逆に僕はね、ダースとかは、本当ちょっとキー使わないとか、捕まらないとか、ね、意外とここまで余裕あるんだけど、インパクトまでにちょっとね、大丈夫かなっていう不安があるけど、こっちは、まあ、まず捕まるので、まあ、総理に関しては僕は捕まるシャフトの方が好きなの で、ヘッドスピードで言うと、あまり僕は重いスペックは使わないので、うん、まあでもさっき言った通りね、60の SX とかだったら、54、5、ある人でも全然使える、先調子のシャフトになるんじゃないかな。まあだからとにかくスライサーとかだよね。あスライサーでね、頭つかまり悪いヘッドスピード速い人は50の X60 の S、まあ、そのあたり。じゃあもうあのまああとクールも若干先目というか泥系なんだけど、クールはもっと結構先端というよりかもう中からもうブロッて切れたから、うん、ちょっとねタイミング取りにくかったんだよね。だけど、本当、キングの方が、そのインパクト付近まではもう本当ストレスないので、そこからパンって走っていくような感じするんで、いいですね。アットスジャックも僕は好きです、割と。おただ、打ち出しが高くて、スピンが入りやすいだけで、あの方向性が取りやすいので、ダンスも捕まるヘッドだったら僕は使うかなっていうような感じなので、まあ、いろいろね、ちょっとアットスは結構変わるので、雰囲気がね。これは試打してみてください、はい、以上ですかね。はい、ということでした。はい、ありがとうございました。